さんこんばんは。こちらサンダル桜北海道です。本日のキャスターを務めます小野寺まさるでございます。ということで、そのコロナなんですけれども、新型コロナ相当その全国各地で猛威を振るっているということで、北海道が特にですね、人口だとか人口密度だとか、そういうことを考えると驚異的にコロナの感染者が増えて、医療現場が大変になっているという状況なんですけれども、それに今日は関連した特集をやりたいというふうに思いますし、今日の北海道でもそれに少し触れたいと思いますので、よろしくお願いします。では今日の番組を紹介をいたします。本日のメニューですけれども、今日の北海道最近起きた興味深いニュースを紹介し分析していくコーナーです。今日の特集は新型コロナを甘く見るな、以上の2本立てでお送りいたします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。それで具体的な支援の方法ですけれども、チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教法人などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。具体的な支援の方法ですけれども、チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主として毎月1口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜日から金曜日まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします。単発のご支援、今月は支援できるよという方の単発のご支援も受けたまわっておりますので、よろしくお願いを申し上げます。ということで、まずは今日の北海道なんですけれども、私の方で2つ用意をしております。まずは1つ目ですけれども、冒頭の番組の挨拶でも言いましたけれども、新型コロナ、これに関するですね、そのニュースで最新の北海道のニュースなんですけれども、こういうニュースが先ほど入ってきました。札幌往来自粛要請ということで、新型コロナの感染者が特に札幌で毎日ですね、100人以上発生しているということで急増していることを受けてですね、北海道と札幌が協議をして、札幌への行き来、これの自粛をお願いをするということで、今日も話し合われてですね、最終的には17日に決定をされるということになったということです。実際には札幌に今できる限り行かないでくれと、通過しないでくれという要請を自治体が出す、北海道も出すということなんですけれども、これに関係してですね、実は我々も影響を受けているというか、我々も配慮をしなきゃいけないということで、実は今週、次のですね、日曜日11月の22日ですけれども、大高美希さんと的場光明先生と川田札幌市議と私の4人で、そのシンポジウムをやるという話がありました。これですけれども、本当に多くの方に申し込みをいただいてですね、非常にその感謝に堪えないところでありましたが、実際にその申し込んでいる方もですね、この札幌での感染拡大を受けてですね、かなりその参加できませんというような返事もいただき始めたと。我々もこれはどうにかしなきゃいけないと、本当にこれやっていいのかと、そういう思いでずっと言ってですね、最終的にはこういうように自粛依頼ということまでですね、その行政が踏み込む事態になったということで、我々もこのシンポジウムは延期せざるを得ないという判断をしたということで、これも皆さんに伝えておきたいというふうに思います。私もできる限り普通の経済活動をする中で感染拡大に注意をしなければならないということで、可能な限り、その開催をしていくことがいいんじゃないのかという気持ちもある反面、ただ本当にその札幌でこれだけ極端に発生が顕著に拡大しているということは、やはり
このシンポジウムにおいてクラスターが発生しても困ると、この中に来た方の一人でも発生を感染をしたということは、その来た方全員にも迷惑がかかるということで、やはりこれは中止せざるを得ないというふうに、まあ、主催者の方ともお話をして判断をしたということで、これもご理解をいただきたいというふうに思います。できる限りですね、行政が札幌への行き来ですとか通過というものに関して、まあ、不要不急の場合はできる限り控えてくれということですので、これはですね、皆さんも北海道にいる方、それと北海道に来る方もですね、これぜひ頭に入れていただきたいということでございます。で、二つ目ですけれども、二つ目はアイヌ問題。これはウポポイ問題ではないんですけれども、まあ、アイヌ問題で、実は私、こういうツイートをしましたのでご覧ください。で、このツイートですけれども、これはですね、実は、月曜日、今日ではなくて、昨日の北海道新聞の記事でですね、私はちょっと驚いたんですけれども、昨日の北海道新聞を見て呆れ果てた。なぜ本当のアイヌの歴史を伝えず、嘘のファンタジーを教える。北海道のアイヌ社会は食料や人間等を奪うために部族間で争いを繰り返し、奴隷もいたヒエラルキー構造。アイヌに文字がないのは原始時代と変わらぬ生活をしていたからに他ならず、こんな親切を初めて見た、というようにツイートをしています。私ですね、例えば原始時代の生活をしていたということに対して、アイヌの方たちをバカにしているつもりはないです。それはそういう生活を営んで、しっかりとしたそのアイヌという部族があったということに関しては、まあ、時代だったんだからしょうがないと。それは例えば知能指数が低いからどうだこうだということではなくて、そういう生き方を選択したそういう部族があったというだけの話で、まあ、事実しか述べようとしていないと。それに対してですね、バカにするだとか、おかしいんじゃないのかという考えは全くなく、単なる事実として話しているということを理解してほしいんですけれども、そういうですね、文字がなかったのは、その、まあ、そういう生活をしていて、文字を使うような必要性に迫られていなかったからなんだと。あるものを食べ、誰かから食料を奪い、でどうにか生きながらえると、みんな頑張ってと。それだけの世界だとしたらですね、まあ実際にはまあ踊りもして儀式もしたんでしょう。ただ、それだけの世界だとしたら、文字というものの必要性はあまりないと。それだけの話ですよね。だから太古の人類というものは、文字というものを持たなかったけれども、今度文字というものを発言した文明、文化というものが、そういう文字のないものを、まあ、駆逐していきながら、どん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 取り込んでいって、そして社会がだん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 文明として発達をしていったと、発展をしていったという事実は、これは歴史的には間違いないことだと思うんですけれども、その中でアイヌは文字を持っていなかっただけなんだというふうに私は思っていましたし、多くの方たちはそう思っていたというふうに思います。で、西部進先生とですね、私この話をした時にですね、西部進先生は文字のないその民族というものは必ず文字のある民族というものに、まあ、吸収されて亡くなってしまうのが、まあ、歴史の事実なんだということをおっしゃっておりました。まあ、西部先生はですね、アイヌの方たちを民族というふうにも認めていないような、まあ、発言をされていましたが、それでも百歩譲ってアイヌが民族だったとしても文字を持ってないということで、まあ、そのいずれ亡くなってしまうというような方たちだったということをおっしゃっていたんですけれども、文字というのはそれぐらいに大切なものであったというふうに私は思ったんですが、昨日のですね、北海道新聞、こういうような記事を出しておりました。アイヌ文化の授業浸透ということで、アイヌ文化をその授業で、学校の授業で教えてるんでしょう。ただ、これですね、北海道のですね、その学力というのは全国的に非常に低いということは、まあ、明らかになっていてですね、こんなですね、アイヌの授業を浸透させるということで、アイヌの授業をやってる場合かと、もっとちゃんとですね、しっかりと学力を向上させるような教育をすべきだったんじゃないのか、
すべきなんじゃないのかというふうに思っていたらですね、実はあのフェイスブックで、旭川の的場先生がですね、まあ、同じようなことを言っていて、あ、なるほど、的場先生じゃなくて的場先生の、まあ、犬ですね的場先生の犬がですね、フェイスブックで同じようなことを言っていて、まあ、驚いたんですけれども、本当にですね、こんなことをやってる場合なのかなと思っていたらですね、さらにこの授業で教えてることが、そのアイヌの文字に関することでデタラメなことを教えていると、実際になぜアイヌの文字がないのかということでですね、まあ、この教諭はですね、まあ、聞いたこともないトンチンカな陳説をですね、述べていてですね、驚いたんですけれども、その陳説がこれです。これ細川教諭っていう先生なんですよね。細川教諭は、文字は他者を支配するとも言われ、アイヌ民族には必要なかったなどの3つの仮説があることを紹介って書いてありますけど、他者を支配する必要がなかったので、文字はなかったんだと。だから平和を愛する素晴らしい民族だったんだみたいな話になってますけど、先ほどのツイートで言ったようにですね、食べ物や、その金品や、人質や女や、まあ、恨みやということで、そういう理由で部族同士でですね、愛なんて一つになったことない、一つもありません、一回もありませんから、部族同士でいつも喧嘩ばかり、戦ばかり、殺し合いばかりをしていた、そういう部族の感じだったので、文章なんかいらないんだという話が、なぜかですね、平和を愛する、しかも人を支配する気がないからみたいなことを言ってますけども、さらにですね、アイヌというのは支配する社会で、本当の一部のアイヌが多くのアイヌを奴隷のように使っていたというのも分かっていますし、若者は結婚もできない、それは酋長が何十人も妾を持って全て自分のその女にするからだというのも分かっていてですね、そういう教育をするのが本当だというふうに思いますが、なぜかこういうですね、美しいファンタジーばかりですね、その教えていると、本当のアイヌの歴史というものが歪められてしまいますし、実際にそういうことを教えたくないんだとしたら、本当の事実をこんな中途半端な授業をやるなというふうに私は思っています。いずれにしてもですね、こういうわけのわからない授業に関してですね、必ず北教祖という教育団体が差別をされた民だからだとか、こういう人たちは独立しなきゃいけないとか、我々はそういう人たちを応援しなきゃいけないというようにですね、すり込みをするという危険性もありますし、やはり北海道新聞もこれを利用してアイヌの歴史を捏造しようとしているというのもよくわかりますので、そう考えると本当にこういうですね、ニュースは、まあ、日々の動心で、どん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 出てきますけれども、親というふうな目線でこういうニュースを見ていただきたいというふうに思います。まあ、最近はウポポイも嘘っぽいというですね、感じで相当皆さんにアイヌの文化の捏造というものが伝わってきましたが、これは本当に一部でですね、こういうことを多くのですね、まあ方向からどん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 やってきているということで、我々は注意しなければならないという、そういう視点で今日の北海道に、まあ、出しました。以上の2点です。次は特集です。
で今日の特集ですけれども、なぜだかですね、最近その新型コロナは、まあ、普通の風邪なんだと、それで、実際にはインフルエンザの方が怖いぐらいだと、で新型コロナは普通の風邪なんだからそんなに警戒する必要もないし、実際には普通に生活してもいいんだ的なですね、まあ、その無責任な発言をする方が多々増えていて、実際にその新型コロナのこの、その普通の風邪なのに過剰な対策をすることによって、まあ、多くの方たちが迷惑を被っていて、実際にその自殺者も増えていると、なので今のやっていることはおかしいんだというようなですね、主張する方がいてですね、本当に私は困っているというかですね、そういう方たちはどこまで今の状況をしっかりと理解しているのかということはですね、ちょっと首をかしげざるを得ない状況なんですけれども、実は今日ですね、私こういうツイートをしました。でこのツイートですけれども、新型コロナウイルス有効な治療の組み合わせ等により致死率は劇的に下がった。これ致命率って書いてありますけど、致命率も致死率も同じことです。致死率は劇的に下がったが、依然高齢者や免疫力が低下している方々の致死率は高いままだ。世界の人口が20億人の時、全世界で1億人、日本でも45万人の死者を出したスペイン風邪でさえ致死率は 1.7%。 現在日本の70歳以上の人口は2600万人なのだというツイートをしました。つまり日本の総人口の約3分の1は70歳以上なんだと。でこの次にですね、グラフを添付しましたので、そのグラフをご覧ください。でこのグラフですけれども、まあ、これは最新の状況ではないんですけれども、まあ、8月5日時点の厚労省のホームページですけれども、実際には致死率ですけれども、60代では 3.5、 70代では 10.9、 80代以上に関しては23% ということになっていてですね、実際にスペイン風邪と比べてどれだけ高いのかというのが分かっております。さらにですね、直近のデータでは、まあ、その 70% 70歳代80歳代ですね、大体合わせて 10% ぐらいじゃないのかと、致命率がですね、それに比べてもですね、 1.7 のスペイン風邪に比べたら非常にまだ絶対入院しなきゃいけないという状況もあって、さらに致命率が高い、その致命率が高い方たちが日本では3分の1を占めるんだ、だから気をつけなきゃいけませんよねと、ただそれだけの真実を伝えているツイートなんですけれども、このツイートをしただけでですね、新型コロナは風邪と同じ、インフルエンザと同じ派みたいなですね、カルト宗教みたいな方たちがですね、わーっと来て、お前に何がわかるんだみたいなですね、わけのわからないその、まあ、そのことを言ってくるのでですね、ここは前回ですね、これを、まあ、今日の北海道で若干説明したんですけれども、まあ、言っても言っても分かんないと、なんだこいつらみたいな方たちがですね、いっぱい来るので、ちょっと今回は少しだけ、時間を割いてですね、この方たちに対するですね、まあ、そのこういうことなんだということで、まあ、ツイッターのやり取り見ててですね、おやと思った方もいると思うので、私はこういう思いで言っているんだということを皆さんにですね、理解してもらうということで、まあ、新型コロナの特集にさせていただいたということですね。実際に今北海道では大変な状況になっていて、医療崩壊寸前の地域もあると、まあ、実際には釧路に関しては相当もう受け入れられないということで、患者が十勝の方にも流れてきているということは、まあ、そのかなり早い段階からあったんですけれども、実際にそういう状況になっていてですね、さらに、まあ、今日知事と札幌市長が札幌への入ってくることと通過をすること、これに関して自粛を要請するという、まあ、段階にも来たということで、もう一度ですね、これを見た方にはしっかりと感染拡大を頭に入れていただくというためにもですね、この特集が必要だというふうに思ったということで、ご理解いただきたいと思います。でですね、
私の先ほどのスペイン風邪のこのツイート、その関連のツイートに関してですね、こういうようなですね、わけのわからない、まあ、カルト宗教のような方たちがですね、まあ、絡んでくるんですけれども、どういうふうに絡んでくるのか、ちょっとこれをご覧ください。で、まず、この方はですね、まあ、違わないですね、と私のツイートに関してですけれども、高齢者が感染して死ぬのは寿命です。先がない高齢者や基礎疾患者のために閉鎖をするのは間違っていますと。これはですね、実際には札幌に行き来するなとか、そういうような、まあ、経済的なその閉鎖というかですね、まあ、自粛に関してですね、こういうことを平気で主張する人がいます。で、そういうような経済活動を、まあ、抑えることによって、経済的損失によって若者が職を失い、自ら命を絶つ人が増えます。コロナで死ぬ人より経済苦で死ぬ人の方が多いですというような主張、これをですね聞いて、あ、なるほどなというふうに思う人がいるんだとしたら、本当になんか短絡的というか、まあ、表面のことしか理解できない人たちなんだなというふうに思わざるを得ませんし、こんな年寄りなんか死んでいいんだというふうに主張すること自体がそもそも精神状態とか頭の中のネジがちょっと一本足りないんじゃないのかなと思いますけれども、さらにですね、医療崩壊とか言っている医者や厚生労働省は予算欲しさに言ってるだけですと。で、実際には医療崩壊なんていうのは迷信だとか幻だというふうにですね、言ってくる方も複数いるのでですね、このちょっと驚いてるんですけれども、さらにですね、インフルエンザの方が危険です。ワクチンも薬もあるのに、毎年多くの人が死にます。というですね、ツイートですとか、まあ、ツイートしてくるですね、その主張があまりにバカって言ったらいけないですね。あまりにレベルが低すぎてですね、こんなもん相手にしられないというふうに思いますので、ここでまあ説明をしようというふうに思いますが、まあ、普通の風邪と思ってですね、まあ、そのストレスなく生きていくのを私は否定しません。否定しませんけれども、何もしないで生活をすると、別にその年寄りに移ってもいいんだと思って生活をするということが、どれだけバカな行為なのかということはですね、しっかりとここで説明をさせていただきたいというふうに思います。まず最初にですね、多くの、まあ、その、いろいろな、絡んでくる方たちがいましたけれども、どういう絡み方か、どういうふうなことを僕に言ってくるのかということをですね、体系的にというか、大体まとめましたので、まあ、これをご覧いただきたいというふうに思いますが、まずですね、まあ、一番目に、新型コロナは普通の風邪であり、マスクを強制したり、3密を禁止するのはナンセンスということと、新型インフルエンザではほとんど死ななくなったのに、利権屋とマスコミが騒いでいるというようなことを主張してくる人たちがいます。多分これはですね、まあ、その感染拡大というもの、今の、あと医療崩壊というものは、まあ、起きないんだというように考えている方だというふうに思いますけれども、実際にですね、医療崩壊はこのまま進むと起きます。それはなぜかというと、先ほども言って、ツイートで言っていたように、60代、70代、80代の方が感染をした場合にですね、まあ、非常にその入院で治療しなければならないという状況になる方たちがたくさんいてですね、その方たちのかなりの割合の方がお亡くなりになってしまうと。なので、実際にそういう高齢者の方が罹患をしたら、本当にいつ急変をして、お亡くなりになるかわからないということで、その病院としてはしっかりとその方たちを見なきゃいけないというのは当然ですね。で、実際に、まあ、多くの方たちが感染をしていく中で、まあ、お年寄りの方たちは一定数必ずいます。それは人口の3分の1がそういう方たちなのだから、まあ、多くの罹患者が出る中で、お年寄りの方たちもたくさん罹患すると。この人たちのですね、致命率が 10% ということはですよ。10人感染したら、まあ、そのうちの1割はお亡くなりになるかもしれないと。ただこれはですね、お亡くなりになる数だけで、
回復するかもしれないと、回復するという入院をしている方たちはですね、その何倍もいます。その何倍もいる方を病院で引き受けながらですよ。で、1割の方がお亡くなりになるんだとしたら、それは病院にとってはいつ死ぬか分かんないけどもっていうことで、手も離せないような大変な対応をしなきゃいけない。さらに感染拡大を防ぐために防護服を着てですよ、看護してですね。で、さらに、まあ、その病院には違う患者さんもいるということで、その方たちにも感染を増やしてはいけないと。さらに、医療従事者として、まあ、その感染をしたら大変なことになる等々ですね、大変な状況が今続いていて、本当に病院のベッド数が足りなくなって、今増やそうとしていても、物理的に、まあ、人数も、その人的なその資源もリソースも限られているので、そんなに無尽蔵にベッドも増やせないということを考えるとですね、毎日毎日北海道だけで200人を超える方が感染をしていると、ほとんどが無症状であっても、本当に感染して大変な方も毎日毎日出てます。その方たちをいつまで受け入れられるんだということを考えると、そもそもですね、医療崩壊しないと主張している人たちはですね、ちょっとおかしいんじゃないのかと。もし看護師一人でも知り合いがいたら聞いてみろというふうに思いますし、実際に聞いたらすぐにわかります。医療現場大変なことになってますから、なのでマスクもしなくていいんだというような方たちの主張は当たらないというふうに思っているというふうに私は考えているということで、まあ、理解をしてください。高齢者の方たちが非常に高いリスクを持っているんだと。10代、まあ、生まれてから50歳までの方たちというのはほとんどお亡くなりにならないと。だから大丈夫なんだという主張は少しおかしいと。これをまず理解してください。で、次にですね、多いのが新型コロナよりインフルエンザの方が怖いという方もたくさんいます。これなんですけどね、まあ確かにインフルエンザに関連する、これはインフルエンザだけじゃなくてインフルエンザにかかって、で、実際には基礎疾患を持っていて、それが悪化をすることによって亡くなった方もカウントする、そのインフルエンザによる、まあ、お亡くなりになった方というのは大体ですね、その1万人ぐらいというふうに言われてます。まあ、その年の変動があるんですが、で、実際には推定で、その罹患した患者というのは、まあ、1000万ぐらいだろうということで、1000万人の罹患者の中で、まあ、1万人が死ぬんだから、致命率は大体 0.1% だろうという話になってます。これは平均的な数値ですよ。で、実際に1万人死んでるんだから、で、新型コロナは1000人ちょっと、まあ、2000人いってないんだから、どっちが大変なんだって騒ぐ人はですね、本当に頭大丈夫なのかなと思うんですけどね。実際どういうことかというとですよ、何にも今の新型インフルエンザのような感染対策というものを今まで我々は全くしてませんよね。インフルエンザの時は。四六時中マスクをしてるというわけでもないし、まあ、しょっちゅうしょっちゅう消毒をするというわけでもないと。家に帰ってきたら、まあ、大丈夫かなと思って手を洗ってうがいをしてとか、そういうこと一切、まあ、している方もいたでしょう。でもそこまでしてた方はいない。その世界のですね、インフルエンザの蔓延のその死者数とですね、今の新型コロナの死者数というものをですね、その比べる自体でそもそもがおかしいんですけれども、実際にですね、じゃあ今っていうか、実際には今の段階で今の時期インフルエンザに感染をした方で実際には入院までしなければならなくなった方っていうのはどれだけいるんだという話ですよ。そうですよね。同じ条件でインフルエンザと新型コロナを比べてどっちが危険だという話をしなければならないということを、その人たちの頭からはですね、すっぽり抜けているというふうに思うんですけれども、じゃあそのデータはどうなのかということですけれども、これをご覧ください。そしてですね、まあ、これを見ていただいたら分かるんですけれど、これは何かというとですね、
まあ、実際にその公的に、まあ、厚労省でも、まあ、確認できる表なんですけれども、8月からインフルエンザで入院した方は何人いるか、このデータが出てるんですけれども、全国でですね16人ですよ。全国でインフルエンザでは16人しか入院していない中で、新型コロナ何人入院して何人お亡くなりになりましたか。そう考えるとですよ、インフルエンザというものは今の同じ時期、新型コロナとインフルエンザを比較したときに、明らかにインフルエンザは感染も広がっていませんし、新型コロナもどうにか抑え込んでいる、この同じ条件で比べたときに、インフルエンザの何十倍何百倍新型コロナの方が怖いんですか。それを前のデータを持ってきて1万人死んでるという主張自体がトンチンカンなんだということで指摘をさせていただきたいというふうに思いますし、実際にはインフルエンザよりも、まあ近い将来わかりませんよ、そのワクチンができて、そのワクチンは非常に有効かもしれませんし、実際には特効薬ができるかもしれませんし、まあ、有効な治療法を組み合わせて劇的に高齢者の方も致命率が下がるかもしれませんけれども、その時には、まあ、その人類と共存できるという状況になるかもしれませんが、今はまだ高齢者と基礎疾患を持っている方、その免疫の弱っている方というのは、まだ致命率が相当高いということを考えると、インフルエンザと比べようもないんだと。これは相当そのインフルエンザと比べてですね、その新型コロナの致命率が下がっている段階のこの数字ですらですね、まだ相当の方が大変な状況になっていることを考えると、インフルエンザと比べてほしくないというふうに思っておりましたので、これも皆さんにぜひお伝えしたいというふうに思います。で、次ですけれども、集団免疫を獲得すれば大丈夫、ゆえに規制は不必要というような方もいらっしゃいます。まあ、その集団免疫を、まあ、日本人の多くは、まあ、実は獲得したんだと。それは、まあ、早い段階で、あまりその発病しないような新型コロナの、まあ、その弱い方のそのコロナにかかって、まあ、いろいろな種類を、まあ、軽くかかりながら、実はその抗体を持っている、免疫を持っているので、それで今新型コロナの強いものがかかってもあまり重症化しなくなっているんだ、だからその何もしないで集団免疫という方法でこの問題を解決すれば全てがハッピーじゃないのかと。これは経済活動を自粛する必要もないし、マスクもいらないし、まあ、それはそれはいいことなんじゃないのかというような方たちもいます。実際に私ですね、集団免疫というものに関してそれを否定するものではありません。で、私なんでですね、こんなことをずっと言ってるのかというとですね、実は抗原性の鳥インフルエンザ、これがですね、もしかして変異をした時にはですね、大変なことになるということで、北海道は渡り鳥というものが相当その飛来をするということで、まあ、そのなぜ死んだかわからないような鳥がですね、道端に、まあ、死んでいる時にはどう扱うべきか、相当ですね、慎重に扱うように今なってるんですけれども、その抗原性の鳥インフルエンザ、これがその変異した時には、まあ、新型インフルエンザとして大変なことになるという、まあ、ことが実はあったんですけれども、その時に僕は道議会議員として、まあ、そのインフルエンザですとかウイルスに関してですね、相当勉強しました。で、実際に新型インフルエンザの特措法に関することもですね、相当その大学の教授の方にですね、いろいろその付きながら教えてもらったという、そういう経験があるのでですね、本当にウイルスというものを舐めると大変なことになるということを、その嫌というほどですね、勉強したということで、まあ、実際に専門家ではありませんけれども、政治家だった立場としてこの話をしているということをご理解いただきたいというふうに思います。それでですね、実際に今言ったように集団免疫、
これを獲得するということに関して私は否定はしませんけれども、ただ本当にそれで 100% 大丈夫なのかと、その免疫というものはどれぐらいの期間しっかりとそれは機能するものなのかとかですね、実際にどれぐらいの割合がその集団免疫というものを獲得すればそれ以上拡大が広がらないような収束方向に向かうのか等々ですね、この新型コロナに関してはまだわからないことだらけだというのも間違いありません。もしもう何もやらなくてももう大丈夫ですよ、絶対収束しますよっていうふうにですね、その論文書いてそれがぴったり当たったらですね、それノーベル医学賞っていうかそれもらえるんじゃないですかっていう話だと思いますよ。で実際にですね、じゃあ集団免疫を考えた時にこの国を外せないだろうということで、この国はスウェーデンなんですけれども、スウェーデンでは、まあ、ほとんど、まあ、何の制限もなくですね、ずっと国民は行きました。経済を優先させ、実際にはその何もほとんど対策という対策を取らずにですね、まあ、その突き進んでいって賛否両論があったと。で途中まではまあ素晴らしくいいその結果が出てるんじゃないのかという話だったんですけれども、実際今のスウェーデンはどうなのかという話はですね、集団免疫を語る方は一切しませんです、しませんけれども、スウェーデンどうなってるか見てみましょう。こうなってます。でこれは現在のですね、まあ、スウェーデンの状況なんですけれども、実はですね、集団免疫を、だって全員が、国民が何もしていないんですから、日本よりもですね、長い期間ずっとフリーにしていた、このスウェーデンにおいてですね、感染者が急増しております。で、実際にですね、このスウェーデンの数字なんですけれども、スウェーデンというのはだいたい日本の人口の10分の1、1000万人を切るですね、10分の1以下ですね、1000万人を切る900万人台の人口しかいないんですけれども、このですね、急増ぶりと合わせてこのグラフ、下のグラフを見ていただきたいんですけれども、実は死亡者数ですけれども、1日にですね、100人を超えるような日がですね、結構ずっと続いたんですよ。これは日本でいうところの毎日1000人以上ずっと死んでいるというような状況が続いていたということを考えると、日本人は何もしないでどん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 人が死んでいってという状況に耐えられたのかと。で実際ですね、スウェーデンという国は、まあ、高齢者の方はですね、まあ、あまり医療を受けさせないというか受けないような国になっていると、高福祉高負担ということで、国民は相当その福祉にお金を払うけれども、逆にお金を払った分、若い時、まあ元気な時はしっかりとした利用を受けるけれども、まあお年寄りになったら延命治療というものはまあ無駄だと、年寄りになったらまあその尊厳死を選ぶというような国なのでですね、日本とは若干とかだいぶですね、思考回路の違う国なんだと。さらに個人の権利というか、まあ、個人というものを非常に尊重するということで、個人を押さえつけることはできないと。だからマスクをしたくないっていう人間にマスクをしれというふうにですね、しろというふうに、まあ、強制はできないというですね、お国柄も違えば、まあ、その、まあ、命というものに対する考え方も全く違う国ということも考えたらですね、日本は安易に集団免疫というものをですね、選ぶというのはなかなか難しいというふうに思いますし、実際に集団免疫のテストケースというようなこのスウェーデンで今の惨状が起きているんだとしたらですね、これは大変な状況というか、まあ、集団免疫万歳というわけにはいかないんだというふうにですね、現実を見ていただきたいというふうに思います。で、次にですね、新型コロナによる自粛で自殺者も出ており、経済も壊しているというふうな主張ですけれども、まあ、実際にですね、この方たち その思考回路に欠如をしているのは、何もその対策を打たないとですね、もっと自殺者が出るんだと、もっと経済が大変になるんだということを理解していないというのが一番痛いところです。で実際にですね、
これだけの感染者がさらに増えると入院するような高齢者がどん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 病院に行って、その中でたくさんの方がお亡くなりになると。日本の3分の1が70歳以上ですからね。その方たちに、10分の1でも感染したとしましょう。そしたら、だいたい200万人ぐらいが感染する。その中で、10% の方ってことは20万人以上が急にですね、病院に集まって亡くなると。で、それの何倍もの方が病院に溢れて入院をしているということは、次から次と現れるですね、その新型コロナの重篤な患者、高齢者の方はですね、もう病院に入れないだとか、ご遺体を焼却する、その焼却すら間に合わないですとか、大変な事態に陥ります。そうなると、基礎疾患を持っている普通の方が病院に行きたいって言っても、すぐに行けるような状況にもなりませんし、実際にはこれから子供を産みたいというような方もですね、病院に行けないと。さらに事故を起こして、救急の手術が必要だという方の手術もできなくなるということはですね、そこの地域がですね、医療崩壊によって完全にその医療を受けられないというような状況になってしまったらどうなるかですね。そこの場所にいたくないという話になりますよね。だって病気したら死ぬかもしれないし、実は自分は毎日っていうか毎週何回病院に行かないと大変だという人たちも、これだけ大変な状況になっていたら、ここに住んでたらもうダメだということで、そこに住めないという状況にもなってくるということで、そこのエリアはですね、相当人が出ていこうとします。そしたらですね、もともとそこのエリアのその経済だとか社会構造がですね、崩壊してしまうという危険性をはらんでいるのが医療崩壊なんだということを理解していただきたいと思いますし、実際にですね、医療がそんなにですね、進んでいなかった時代のスペイン風邪の時もですね、実は村ごとですね、崩壊をしてしまったというですね、自治体がかなりありました。それは全員がかかって全員が死んだわけではないんですが、一部の方たちが死んで、で、棺桶も間に合わなく、さらにみんなが恐怖におののき、で、経済活動もままならず、みんなが離散していくというような地域がたくさんありました。で、これですらですね、1.7 なんですよ、致命率が。それが高齢者に限って 10% の致命率になったらですね、どういう状況になるのかというのはちょっと頭の中を働かせてください。で、さらに昔だったら、お亡くなりになった方が、今はその医療の進歩によって、かなり長い間生きられるというような状況になっているというですね、医療にその相当その、恩恵を被っている方たちの命もですね、相当な危険にさらすことになるということはですね、新型コロナ、これが医療崩壊によって、さらに違う方たちの命をどんどん奪っていくということになるということもですね、ぜひ理解をしていただきたいと。だから、自殺がどうのと、経済が大変な方たちがいるのもよくわかります。よくわかりますけれども、規制をしないともっと大変になるから規制をしてるんだと。で、僕もなるべく普通の経済活動、普通の状況にすべきだというふうに思ってます。思ってますし、そうすべきですけれども、これ以上進んだらちょっと大変だなという時には、ブレーキもかけなきゃならない時があるんだと。それはそれの先にとんでもない地獄が待っているからなんだということですね。ぜひ理解していただきたいというふうに思っています。で、最後にですね、死んでいるのは、ほとんど老人か免疫のない方や、その基礎疾患のある方たちばかりなので、その人たちは死んでも寿命なんだと。で、実際には子供や働き盛りの人たちの命を守るべきだという方、その意見も相当多くて、ちょっと愕然としてるんですけれども、これも今言ったように医療崩壊を起こしたらどうなるのかと、医療崩壊の危険性というものも全く分かってませんし、実際にはですね、この命、この人の命は重いけれども、この人の命は軽いんだみたいなですね、
そういう主張をするということ自体が私はちょっとおかしいんじゃないのかというふうに思いますし、実際にどの方の命も平等なんだと、新型コロナウイルスでお亡くなりになる方をできるだけ少なくしたいんだというふうに考えるのが当然であって、自分たちの権利だけ主張して弱いものは死ねみたいなですね、そういう方たちは今後はツイッターでも相手にしようとは思いませんし、実際には今もう少しの辛抱でもう少し素晴らしい治療法ができたりワクチンができたらですね、その時にはこの新型コロナと共生をしていけばいいだけの話であって、なんでそこまで我慢できないんだというふうに私は思わざるを得ません。いずれにしてもですね、ツイッターでなんか本当にその新型コロナは何も恐れる必要ないんだと、普通の風邪なんだというように無責任に言う方たちはですね、どれだけもしか医療崩壊が起きた時になんて申し開くんだというようなですね、じくじたる思いをしている今なんですけれども、本当に北海道も大変なことになっています、東京も大変でしょう。多くの地域が大変な状況になろうとしている中で、医療崩壊は嘘だの、その新型コロナなんて本当はないんだ、幻だだの、マスクなんかする必要ないんだだの言ってる人はですね、本当に自分の主張が正しいのか、実際にその主張によってどういうようなことが起きるのかということをですね、しっかりと頭にですね、想像しながら、これやっぱり言ったらまずいなと、自分の言ってることはちょっと違うなということをですね、理解していただきたいということで、再度前回も今日の北海道で言いましたが、特集にしてお伝えをさせていただきました。データに関してはですね、多くの方たちが言ってくることに関して全て論破するようなデータありますけれども、ここでいちいち出す必要もないと思いますし、実際にですね、今言ったことで大体理解されるというふうに思いますので、今日の特集はこれぐらいにしときますが、実際に無責任な行動は慎んで、一人でも多くの方の命を救うんだというですね、思考回路で我々はこの難局を乗り切らなければいけないということで、今日の特集にさせていただきました。というわけで、すべてのプログラムを終了しましたけれども、番組内でも、触れましたけれども、今月、次の日曜日の11月22日のこのポスターの講演会ですけれども、これに関しては延期が決定いたしましたので、もしですね、申し込みをされた方はですね、これが延期になるんだということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。このご時世ですので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ということで、今日も新型コロナの話をしましたが、実際新型コロナの話をしたときにですね、いろいろツイートが流れてきた中で、年間170万人も死ぬんだと。そのうちで新型コロナは1000人台しか死んでいないのに、何をグダグダ抜かすんだみたいなことを言ってきた方もいました。そういう方はですね、じゃあ何十万人も死ぬんだから年間寿命で、東日本大震災。東日本大震災で、じゃあ2万人お亡くなりになった方も、百数十万人から比べたら、微々たる数なのかという話に私はなると思います。で、実際にこれだけ国民が、注意をして感染拡大に努めてるから、2000人にならないだけであって、もしこれがインフルエンザ並みにですね、毎年の、ドーッと増えていったとしたら、だって今これだけマスクをしてですよ。これだけみんなが気をつけてる中で、これだけ感染が拡大してしまって、その病院も、その入院患者で逼迫してしまうという状況になるということはですね、本当に大変な状況になりかねないと。将来的には、近い将来ですね、病院がパンクしてしまう病院がたくさん出てくるんじゃないのかということを考えたらですね、それこそ2万人の死者どころじゃなくなりますよ。それを何千人しか死んでないから。だから大騒ぎするなっていう人はどれだけ
洞察力がないんだ、目の前しか見れないんだというふうにですね思いますし、私はそういう無責任な発言はしたくないというふうに思っています。まあ、いずれにしても今大変な状況ですけれども、できる限り多くの方が自分以外の人間にはうつさないようにというですね、まあ、思いやりと、まあ、それは将来的には自分にも跳ね返ってきますし、自分の地域にも跳ね返ってくると、多く言うと、まあ、日本の将来にも跳ね返ってくることなので、国民一人一人がですねしっかりと意識を持って行動していくことが大切なんだというふうに私は思っております。まあ、全てのプログラムを終了しましたが、もし今日の番組を見て面白いと思った方はいいねボタンを押してもらいたいと思いますし、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。明日もまた皆様に有益な情報を発信してまいります。今日はどうもありがとうございました。